バードストーンはアメリカ合衆国の競争馬、シュボバ。主な勝ち倉に2004年のベルモントステークス、トラバーズステークス、2003年のシャンペーンステークス。2002年8月2日、サラトガ競馬場のメイドン競争でデビューし、2着、ボールドラブに12馬身2分の1差をつけて勝ち上がる。続く G1 競争ホープフルステークスこそ、シルバーワゴンの4着に終わるが、3戦目。 シャンペンステークスでは、チャペルロイヤルに2馬身2分の1差つけて、重傷初勝利を G1 競争で達成した。3歳初戦、ガルフストリームパーク競馬場のアローワンス競争を勝つ、ものの、ターフウェイパーク競馬場の G2 競争、レーンズエンドステークスは、シニスター G から10馬身4分の3離された後着に、終わり、 三冠の第一戦ケンタッキーダービーも勝ち馬、スマーティー・ジョーンズから約15馬身離された発着に終わる。プリークネス・ステークスをパスしてベルモント・ステークスに向かい、レースでは7番人気だったものの無敗の二冠馬となって三冠に大手をかけていたスマーティー・ジョーンズを差し切って三冠達成を阻止して優勝。安状のエドガー・プラードも二千二年に三冠をかけていた。 ウォーエンブレムをサラバで阻止して、以来二度目の三冠阻止を果たした。夏のトラバーズステークスも、早めに進出してそのまま押し切り、G1 競争3勝目。この頃から3歳最強と目されるようになるが、秋のブリーダーズカップクラシックでは、ゴーストザッパーから12馬進反差離された7着に、終わり、レース後に左前急接の骨折が判明したため、引退した。以下の内容は、 イーカブイスの情報及び、記載法に基づく。引退後は、ゲーンズウェイファームで、種ボバ入りした。2008年初出走の初年度産区の、ウチマインザットバードが、ケンタッキーダービーを、サマーバードが、不死制覇となる、ベルモントステークスをそれぞれ制し、2010年度の、種付け量が3万ドルに上昇した。しかし、続く、G1 競争優勝馬が現れず、 2020年度は10年前の6分の1に当たる5000ドルにまで低下している。そして、同年の種付けシーズン終了をもって種ボバを引退。オールドフレンズへ移動した。ありがとうございます。